いや、真っ黒っすね。こんなに紫外線が強いと思わなかったです。この違いわかります？これやばいことになってます。どうも、ケンです。こっちに1週間滞在して、1月25日火曜日、今日の夜9時半のフライトで日本に帰るので、一部始終というか、日本に入国した時の、まあ、こういう書類とかを全部紹介できたらいいかなと思ってます。まあ、その書類を紹介するというか、まあ、その流れ、実際入国したら誰に何を提出して、どういう手順でどれだけの時間かかるのかとか、まあ、そういうのを含めてちょっと見せればいいかなと思ってます。今はこの α7S3 を使ってますけど、多分マイクもいらないだろうから、これを使っていこうかなと思ってます。これめちゃめちゃちっちゃくて、 AirPod とこのインサ365というか、この大きさの違いやばいですよね。めちゃめちゃちっちゃいんですよ。こんだけちっちゃいんですけど、これを撮るとカメラなんですけど、こんなちっちゃい、ほら、AirPod のイヤホンとこのインサ365というカメラ、これをパチャッとこの中にはめて撮影していくんですけど、実際はこの中にいつもこれ入れてるんですよ。見えますかね、これで、これ磁石でこれを中に入れて、これをここにカチャッとはめるだけなんですよ。めっちゃ便利です。でこれピッて押すと、もう録画してくれるんで、自分のこう目線で見る分には面白いかなと思って、まあこれを今回また使っていこうと思うんですけど、まあ楽しみですね。日本に帰るにあたって、僕もコロナ中では何回目なんだろう、3、4回目かな。もちろんその後強制、隔離でホテルにこう泊まんなきゃいけなかったりとか、まあちょっといろいろあるんですけど、シドニー編、まあオーストラリア編かな、つい最近オーストラリアは、まあ州によっては6日間の強制隔離だったりとか、3日間だったりとか、なしだったりとか、まあ州によって違ったんですけど、ちょうど今月ぐらいから全州オーストラリアのもう国ごと3日間になってるんで、今回帰ったら3日間、ホテルの強制隔離なんですけど、入国してその PCR 検査を受けて陰性になって、そこからもうバス待ちなんですけど、そこからどこのホテルに行くかって教えてくれないんですよ。僕も何回も聞いたんですけど、絶対教えてくれないんで、でからの楽しみというか、アパホテルか、運が良ければ羽田空港にすごい新しいホテルができたんですけど、移動も本当に5分なんでめちゃめちゃ近いんですけど、そこはまだ1回もオープンしてないのかな。オープンするはずだったんだけど、コロナになっちゃって、結局、まあ、オープンできないんで、コロナの隔離用に使っているかと思うんですけど、そこは新しくてめちゃめちゃ広いんですよ。まだめちゃくちゃ広いってわけじゃないですけど、スーツケースは少なくとも開ける。アパホテルとか本当にスーツケースはベッドの上以外もう開けないぐらい、ほんとちっちゃいところで、窓もこんなちっちゃいし、なんで実際は明日着くのかな、羽田だといいな、マジで。まあ、そんな感じですね。今からそのプロセスをこれで撮っていきたいと思います。 OK、 Let's go。名前分かりました。一人だけですか、日本人。マジっすか。最近もあんまり出なくて。条件が厳しいですね。Hello, how are you? Good, thank you. You need a passport? There you go. Yeah, it's right there. ダイヤモンドメンバーは今日僕一人だったみたいですね。まあ、僕もダイヤモンドももう今年で終わりな気がするんですけど、条件は去年満たしてなかったんで全然。でもまあラッキーですね。How's it going? There you go. Farm tan. Yes, I'd like to get this, of course. Thank you. Bye. Bye.羽田もそうですけど、どこも閉まってますよね。まあ、The exit this way? Okay, got it. Thanks. Oh, there's this. Hello. Hello. How are you? Mm-hmm. All right, thank you so much. Thank you. Very fast. This is right now. This is right now. Thank you.
ます。はい、おはようございます。ございます。今朝の6時ですけど、誰もマジでいない。その2つですね。はい。ありがとうございます。はい、終わってます。
ということで日本に無事帰国したんですけれども、フライト自体は9時間ぐらいだったんですけど、まあ深夜便で4時間ぐらいしか寝なかったですかね。まあいつもと同じ感じなんですけど、今回誰もいなくて、その今日本の感染者数がまあすごい増えてるみたいなので、東京で1万人超えたっていうニュースがさっき LINE ニュースで入ってたんで、来る人が減ってきたのか、まあ、そもそも外国人は入国できないと思うんですけど、パッと入ってきて、まあ、ほぼほぼ一番で、実際着いたのが6時半ぐらいだったのかな、ちょっと覚えてないんですけど、実際今8時50分でやっとホテルに着いて、これからホテルの強制隔離が3日間があるので、編集したり仕事したりしてできたいと思います。ちなみにご飯、今日もらったご飯、もう僕もこれ何回もやってるんで、もうだいぶ慣れたんですけど、毎回これです。お茶です。お茶が一つ来て、朝は弁当、今日は揚げ物ですね。白身の魚フライ弁当と鶏の照り焼き、こんな感じです。これがもう3食ずっとこんな感じで、Uber Eats も NGですね。僕のおすすめはここでカップラーメンとかを買うんですけど、 Amazon だったら届けてくれるんですけど、そのロットが大きいんですよ。12個とかなんかそれぐらいの単位でしか買えないんで、格安だと1個ずつから注文できるんですよ。カップラーメンを2つぐらい欲しければ、この種類1個、この種類1個って言って、それは届けてくれるんですよ。電子レンジはないんですけど、ポットはあるから、そこだけは救いっていう感じですかね。あとその飲みたいコーヒーとかなんちゃらが欲しければ、単純にそれも格安で頼めばいい話なんで。で、皆さんがまあこうやって日本に帰国した時に、着陸してからホテルに着くまでの流れっていうものを少しでも参考にしてもらえればなと思って、海外に住んでる方とか海外に旅行に行った後帰ってきた時にどんな感じの手順で来るかっていうのをちょっと映像をもとに少しでも参考になればよかったかなと思います。では3日間隔離を頑張っていきたいと思いますので、またアップしていきます。